どうも、こんにちは。はじめまして、スコゼロです。よろしくお願いします。少しばかり、フォートナイトの世界に迷い込んでみました。宝箱から拾ったアイテムを使ってみたら、茂みに包まれてしまいました。とにかく、何がどのようなアイテムなのか全然わかりませんですよ。こんなんでこの先は、大丈夫なのかよ。まあ、とにかくアイテム探しといきましょうか。そこの家には何かないかしら。まだ、誰も来ないでよ。おう、なんかあったよ。なんか、もさもさした木が歩いているので、なんだこれミステリーですね。武器切り替えに慣れていなくて手間取っているところです。これで、敵に遭遇したとき、予想がつきますよね。おう、宝箱の匂いがするじゃないか。おう、弾か。弾があったのはいいけど、どれに使える弾かわからないのに、喜んでいる模様。なんか落ちてたけど、とりあえず次行ってみよう。周りに誰もいない雰囲気ですね。おう、また弾があったぞー。これって知らない人の家の中を物色するゲームですよね。もう、この場所には誰もいなくて、取り残されている空気ですよね。ちょっとしゃがんで、周りの風景に馴染んでいるか、確認してみた。はい。ひたすら走っています。とても静かで、すがすがしい風に浸りながら走っています。おう、包帯は持っておこうかな。むむむ、宝箱のオーラが感じましたね。相変わらず操作に慣れていないので、あたふたしております。おう、なんだこれは。紫色の武器だから、拾っておけばいいじゃないの的なノリでプレイしております。しかし、本当に誰もいないみたいだね。はい。ものすごく遅い操作であります。わら。あれ、なんか青い悪魔が迫ってきていませんでした。ああ、全然見ていなかったわ。パニクって銃を撃ってしまいました。わら。ここにいますよって敵に助けを求めたのかな？早いとこストームから脱出しないと。はい。なんとかストームからは脱出できました。ひたすら走るゲームとなっております。この穴ぼこから上には上がれなかったので、建築で上がろうと思います。
今日は平和な一日ですねー。はい。だいぶ走ってきました。なんだかこの辺りから誰かいそうですね。なんか、人影みたいの見えた気もするのですけどね。もはや、走りすぎて幻覚が見えているかもしれませんね。ちょっと、先ほどのストームにやられたので、応急処置をしておきましょうか。もっと前に回復しておかないとね、わらわら。あのトンネルみたいなところに行ってみましょうか。おお、アメ車ですかね。むむむ、扉が開いていますね。誰かいるのかな？お邪魔しますよー。返事がないみたいなので、留守みたいですね。おう、何かにおう。誰かの加齢臭がしますね。向こうになんだか楽しそうな、街があるじゃないか。またストームが迫ってきている。今回は確認したぞい。はい。中心に向かって、ひたすら走っております。息切れ半端ないですね。おお、物色した後ですね。何かないかしら。ドリンク飲んで、少し落ち着こうか。紫色だから拾っておくよ。わらわら。これ、何？わからないからいらない。ぽい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 。このテントには、入れないのかな？どうやら入れないみたいだね。なんだよ、この蝶々。びっくりするじゃないか。そろそろ、誰かいますかね？誰かいますか？わわわ、銃声の音。もじもじ。もじもじ。ドドド、どうしよう。気づいたらもう、5人しかいないのね。ここで、包帯かよ。いや。準備は整えておこう。どこにいるんだー。おや？あのタワーみたいの怪しいですね。あの中に誰かいそうだね。もし、いたらすでにバレてるかな。いる。いる。やばいよ、やばいよ。ビビりすぎだよ。わぁ。誰かやられた？あと4人？なんで、こんな素人が4人の中にいるんだよー。さっきまで、すがすがしい気持ちだったのに。よーし。行くぞここは、扉を閉めておく。震え声。どこにいる？
どこにいる？私はどこにいる？開けちゃえ。おう、バンバン、やっとるやっとるー。あれか、あそこにいるのだな。おう、建築しとるじゃないか、なにー。こっちにもいたのかよー。どこ撃ってんだよー。はい。素人が走りまくって、冒険し、最後に緊張感を味わえたプレイとなりました。